はい、皆さんこんにちは、スイーツ大好きアークです。今回は前回に引き続きグルテンフリーのスイーツを作っていこうと思います。今回作るのがテリーヌショコラなんですけれども、このテリーヌという言葉はこの器のことを指して、この型で焼いたチョコレートのことをテリーヌショコラっていうふうに言います。またテリーヌショコラの味わいはまるで生チョコを食べているような味わいになっています。詳しい材料や道具は下の概要欄の方に貼っておきますので、そちらでチェックしてください。では早速作っていきましょう。材料はこちら。18センチのパウンド型にクッキングシートを敷いていきます。アーモンドプードルとココアパウダーをふるっていきます。チョコレートとバターを大きなボウルに移し、湯煎で溶かしていきます。バターが溶けたら中心から混ぜていき、チョコレートが滑らかな状態になるまで混ぜていきます。この時なるべく空気が入らないように混ぜていってください。チョコレートの塊がなくしっかりと混ざったら、常温に戻しておいた卵を加えていきます。この時加える卵なんですけれども、冷蔵庫から出したての冷たい卵だとチョコレートが固まってしまうので、必ず常温にまで戻しておいてください。こんな感じでサラサラになったら粉を加えていきます。ダマにならないようにしっかり混ぜていきます。粉が馴染んだら卵子を加えていきます。酒がしっかりと混ざり、ツヤのある状態になったら、パウンド型に流していきます。型に流していきます。
生地を流したら肩を軽く叩いて鳴らしていきます。鉄板に40度のお湯を張り、160度のオーブンで焼いていきます。この時必ず肩に水が当たるようにしておいてください。焼き上がり、粗熱が取れたらラップでくるんで冷蔵庫で5時間以上冷やしておきます。冷蔵庫でしっかりと冷やせたらお好みで粉糖を振っていきます。テリーヌショコラをカットする際は包丁を湯煎で温めてから切っていってください。テリーヌショコラは冷蔵保存だと約1週間持ちます。完成しました。今回のテリーヌショコラのポイントはこちら。今回はビターチョコでテリーヌショコラを作ったんですけれども、ミルクチョコレートやホワイトチョコレートでも美味しく作れるので、ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録の方をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。